もうちょっと待ってください。改めてこの特別ユニフォーム着られていかがですか？そうですね、まあ、去年もなんかこういうユニフォームあったんですけど、まあ、僕開幕いなかったんですごい着たかったんですけど、まあ、着れなくて、はい、今年、はい、着れるように頑張ろうと思ってます。デザインについては白地にゴールドとちょっとゴージャスな感じになってますが、はい、印象はいかが？いや、めちゃくちゃかっこいいと思います。ちなみにこの特別ユニフォームの取り組みが2022年から始まってちょうどリーグ3連覇、リーグ制覇した年から3年連続ということで、今年もまあ縁起がいいといいますか、続いている取り組みだと思うんですけれども、この点についてはいかがですか？そうですね、本当に、まあ、毎年これから優勝してこういうユニフォーム着たいと思いますし、はい、毎年勝ち続けられればいいなと思います。ちなみにこのユニフォームのどこかに V のマークがついているのは気づかれますか？はい、V が3つというのが入っているんですが、はい、それはいかがでしょうか？見てみて。 V V、何の V です？ V3 のという意味で V が、はい、4つに増やせるようにみたいな、あ、そうです、ね、意味があります、はい、教えていただけ。そうですね、4つに増やせるように頑張ります。すいません、言わせていただきました。はい、改めて開幕3連戦このユニフォームで、戦うということで、はい、このユニフォームを着てどういう戦いをしていきたいか教えていただけ。はい、はい、開幕3連戦着るということで、やっぱり、イースターと切りたいなと思いますし、3試合全部勝てるようにみんなで頑張りたいなと思います。ありがとうございます。はい、代表は以上です。はい。